皆さんこんにちは、伊藤恵です。今日は最近 LINE アットや質問箱の方に寄せられた質問にお答えしていく質問返しコーナーを久しぶりにやりたいと思います。で、最近いただく質問、2つの種類がなんかちょうどあるんですけど、1つが私がその小さい時にどうやってソルフェージュを学んでいったかっていう、ソルフェージュの学び方に関する質問と、もう1つは、レッスンの受け方に関する質問をいただきました。というかご相談、ピアノの先生からのご相談、また保護者の方からの、ご相談っていうね、ちょっと両方同じような内容でいただきましたので、その2つをお話ししていきたいと思います。まず1つ目の、私がどうやってソルフェージュを学んでいったかっていうお話なんですが、私幼稚園の時から、通っていたピアノの先生、中学生になるまで、通っていたピアノの先生のところがね、電車で1時間ぐらいかかる先生のところのお宅に通っていました。で、そこの教室ではそのレッスンの、実技のレッスンの他に週に1回みんなで集まってソルフェージュを学ぶ会みたいなのをやってたらしいんですけど、私ちょっと家も遠かったし、他の習い事の兼ね合いもあって、それには行ってなかったんですね。で、どうしたかっていうと、毎日母親に、聴音を弾いてもらって、それを書き取るっていうのをやっていました。小学校2年生とか3年生ぐらいの時かなにやっていました。例えばご飯食べ終わった後に、お母さん5台弾いてとかね、今日疲れたから3台とかで言ったりとか。でもそれ毎日365日ずっと続けていました。3年生ぐらいになってからは、それが例えば単旋律じゃなくて2声の長音になったりとか、そういうのもしたんですけど、もう本当に最初は2小節とか4小節に区切ってとかの、まあ本当に簡単な長音だったんですけど、とにかく続けていました。で、小学校の3年生、4年生ぐらいになった時に、ちょうど父親の知り合いで東京芸大のピアノ科の学生さん、もう今有名なピアニストになっちゃったんですけど、その方にお家に来ていただいて、月に2回ほどソルフェージュを見ていただいていました。で、その先生には超新曲師匠とかね、そういった、ソルフェージュの基礎的なことを見ていただきました。で、その先生がパリに留学されるっていうことで、それを引き継いでくれたのが東京芸大の作曲家の、その当時学生さんだったのか、院生とかだったのかな、の先生に、小学校5年生の時から高校生の時まで、お家に同じく月に2回来ていただいていました。で、作曲の先生だったので、毎回新曲師匠とか聴音の課題を作曲して作ってきてくださるんですね。なので、すごいいい曲が多かったし、すごい難しいのもたくさん解きましたが、それで見ていただきました。で、高校生になってからは和声もしっかりやった方がいいっていうので、和声課題を解くようになって、バス課題とかソプラノ課題とか、そういう、本当に基礎的なところを、和声はできるようになって大学生になったという感じです。どうだったかな、その受験のために何か特別にやったっていうわけではなかったんですけど、高校3年生の時に半年間ぐらいだけ、私その小さい時からずっとマンツーマンでソルフェージュを受けてきてたから、その聴音とかって受験の会場ってみんなが一斉にこう秒数測って解いていくとかね、書いていくっていうことなので、ちょっとこう焦るいつものんびり解いてたから、ちょっとこう焦らされる雰囲気を、体験した方がいいって言われて、で、成城学園の方にあった幼稚園で、その音大受験のためのソルフェージュ教室っていうのが当時ありました。今あるのか全然わかんない、でもないかもしれない。でもそれあって、で、結構6個ぐらいクラスが分かれていて、みんな音大受験する人だったのね。で、そこもだからみんなもうピリピリして書いていくから、聴音とかそこも結構難しい内容をやってもらって、こうやってなんかみんなシーンとした中で、はい30秒とかって言われて、ペペペペペペってこう楽譜を書いていくとか、こういうなんかこう緊張感があるんだって思って、それ半年間ぐらい通ったかな。それぐらいだけで、その
受験のために特別これをやったとかっていうのじゃなかったです。やっぱりソルフェージュ、そのリズムだったり新曲師匠だったり、特に長音だったり4声帯とか2声とかで、それってその1週間や2週間特訓しただけじゃ残念ながら多分解けないと思うんですね。まあ、1ヶ月とかやってもなかなか難しいと思うんです。やっぱ小さい時からその楽譜に書き慣れているとか、その音にこう集中してこう何の音かってこう気をつけて書いていく、そういう習慣がないとなかなか短期間では、ソルフェージュ力って上がっていかないと思うので、もう小さい時からの日々の積み重ねが本当に大切だと思います。でこの別に音大その専門にならなくっても、将来自分が好きな曲を初見で弾きたいなとか、楽譜がなくても耳コピで弾いてみようとか、そういう能力にはやっぱりそのソルフェージュ力がすごく大切になってくるので、その自分が音楽の道に進むとか進まないとかそういうことは関係なしに、あのソルフェージュ の勉強っていうのは小さいうちからしっかりとねしておくと、あのとてもためになると思います。はい、そして2つ目の質問です。でピアノの先生からの質問、そして保護者の方からのご相談、両方リンクする部分だと思うんですが、レッスンの受け方に関する質問です。で、ピアノの先生からの、ま、お悩み相談っていうのは、ま、先生がレッスンの中で見本でね弾いてる時に全く聞いてない、見てない子がいて、なんかもう自分の心が折れますっていうそういうお悩みの、そんなもすごいわかるんですけど、相談と、保護者の方からはそのレッスンの中で言われて、その多分この質問の方はその保護者の方がお母様が一緒にレッスンを見てらっしゃるのね、見てて、でその先生から言われた注意とか指摘を多分お母様の方がすごくしっかりと吸収して帰ってて、本人何にも覚えてなくって、お家に帰ってやってみると全部忘れてて、もうなんかそのお母さんのがもう血圧が上がりそうとかっていう、そういうご相談内容でした。で両方ともこれすごくあるあるなんじゃないかと思うんですが、で私も実際にレッスンをしていて、見本で弾く、新しい例えば課題の曲を見本で弾くっていうことあるんですけど、すんごいもう私がちょっともうちょっと離れないよっていうぐらいかじりついて、私の手とかその弾き方をすごくよく観察して見てる子もいれば、なんか窓の外ずっと見ちゃってたりとか、次に貼るシールが気になってそのシールばっかりいじっちゃってて何にも聞いてないとか、そういうのってまああるんですよ。だってもうしょうがないじゃんって言ったらあれだけど、まあしょうがないかなっていうふうに思っていて、その子供たち人それぞれだから、ただもちろんちゃんとよく見てね、先生がどうやって手首を使ってるのかとか、体を使って弾いているのかとか、どういう曲なのかとか、しっかり見てねっていう風に言います。最初に言うけど、その見てないなっていうのは多分先生はすぐ分かる。その見本で弾いてて隣で立ったり座ったりして見てもらってた時に、あ、全然集中して見てないっていうのは多分先生はすぐ気がつくと思うんですね。でそれをどれぐらいご注意するかだと思うけど、そのね、まあ難しいですよね。ちゃんと見てね、ちゃんと見てねっていうのは2回ぐらいは言うかもしれないけど、その見てねって言って3秒ぐらいは見るかもしれないけど、それでまた気が散って違う方見ちゃうとか、まあでも対処法なかなかないですけど、例えばシールが気になっちゃうんだったらとか、ペンが気になっちゃうんだったら、そのペンとかシールはもう見えないようにしておくとか、あとはそのじゃあ今から先生がこれ日本の曲弾くからどういうイメージだったかちゃんと聞いて、後で答えてねって言って、こう明るい曲だったかな、悲しい曲だったかなとか、そのどういう風に聞こえたかを、弾いた後にこう質問形式で聞くとかね、そういう風にしたりもしています。でやっぱりでもこれは本人の気持ちの問題も多々あると思うので、
その先生が弾いてるところをすごくよくその観察力っていうのを持って聞いている子って、次の週にそのあ私が弾いたのそっくりに弾いてるわっていうぐらい真似を上手にしてきてくれる子ってすごく上達が早いです。でピアノに限ったことではないと思うんですけど、やっぱりその見本のその身近にいるあこの人を参考にしようって思ったことの真似ができるってすごいことなので、それだけ観察を細かくしてるっていうことですよね。そういう子はやっぱりどん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 上達のスピードが速いし上手になるので、そういうところをうまく伸ばしてあげたいなというふうに思います。まあ、気が散っちゃうことも、まあ、体調もあるかもしれないし、そういう子の性格もあるかもしれないので、まあ、先生としては心が折れるっていうかへこむところかもしれないんですけど、まあ、いろいろクイズ形式にしてどんな曲だったかを聞いてみるのもいいかなと思うし、あまりそのもう聞いてないっていうような感じでいちいち落ち込まない方がいいんじゃないかなと思っています。そしてその親御さんからのご相談は、やっぱレッスンで言われたことがその場では覚えててもお家帰ったら何も覚えてないっていう、それでその対処法は何かありますかっていうことなのね。でもちろん細かく結構楽譜に書き込めます。この子忘れちゃうんじゃないかなって心配な子にはすごく細かく付箋にその注意することを書いて貼ったりもするし、一緒にもう何回も何回も確認をするんだけれども、それでもちょっとなかなかっていう場合は、今ってその動画を撮ったりするのもすごくスマホ1台で簡単にできる時代なので、私が小さい時はカセットテープカセットテープとか MD とかで先生レッスン録音していいですかって聞いてプチって押して録音するっていう、そういう時代だったんですけど、今はもうスマホ1台でもう本当に簡単に動画撮れる時代ですよね。なので例えば先生が見本を弾いてくれるとか、大切なポイントを解説するっていうような時は、先生ちょっと撮っていいですかって一言言ってもらえれば、その保護者の方からその例えば近くにピアノの近くに立って動画を撮ってもらって、それをお家で一緒に確認するっていうのも私は一言言ってくれれば全然大丈夫です。ただその先生によってはいろいろかもしれないので、必ず先生に許可を取って今日レッスン撮っていいですかっていうのを確認して、それで撮るようにしてみてください。はい、今日は LINE アット質問箱に寄せられた質問から2つの質問にお答えをしていきました。今後も何かご相談、悩み相談とかね、きっとこのチャンネル見てくださってるのはピアノの先生も多いと思うので、もうこういうところ大変ですよねっていうようなお悩みも一緒に共有できたら嬉しいなと思います。あるあるネタたくさんあると思うので、LINE アットとか、質問箱の方にお寄せいただければと思います。Kチャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube の他にも SNS、Twitter、ブログなどもやっています。概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。